し、今日揚げね、今日とか揚げきますね。その揚げを水炊きして、たかんてかんから、その揚げを取りに行ってきますね。黒猫に、今日とか黒猫にそこしてますね。啓二さんはいつからお店にいらっしゃるんですか？30からですね。だからもう10年以上、14年ぐらいやってるんですかね。あ、それは今どっか別のお店にいらっしゃった？お店というか普通に全然違う郵便局で配達してて、別にそのあんまり考えてなかったけど、バイトみたいな感じでやってて、でまあ30になってそろそろ何かを考えなあかんやろな思って。真剣にやってみようかなと思ってここにいただけですわ。はい。まあ30になってからちょっと考えたっていう感じですかね。何をせなあかんねやろ、焦りがあってっていう僕のただただそんな感じなんですけどね。のんびりしましたからまあ入ってみようかなと思って、まあ取り組んでます。今頑張っていまだに頑張ってます。料理はあれですか、大将とかお父さんから教えてもらって。そうですね、うどんの打つのもそうですね、大抵ここに教えてもらったり、ちょっと違うところを見に行ったりみたいな感じでして、まあ、今に至ってるかなって感じですね。戦時中の話らしいんですけどね、もう全然物がない時にご飯とうどんを入れて煮込んだら腹膨れるやろっていうのから始まってるみたいなんでね。でそれでなんか戦争明けてから美味しかったからまたやってくれへんかっていうことでやりだしたみたいですね。ああ、やめようか。しゃー。これは、ね、京都のね、錦市場の豆腐屋から送ってもらってますね。美味しそうですね。うん、うまいよ。昔からのお付き合いがいっぱいあるんですかね。ある。あるけど、あんまり言わないけど、いろいろおまんねんや。それがいろいろ大きなったんやから、うちも。それで名前も売れたし。よいしょ。1回ぐらい沸かしますね、これを。沸かして油抜きする時間から。乾いたら1回水を沸かして、それでまたもう一回油抜いて。大将熱狂的ファンな感じですね。結構熱狂的だと思いますよ。今日もあれでしょ、買った時だけスポーツ新聞買ってくるんですよ。買った時だけ買ってくるんですか。そうなんですよ。買った時だけ絶対にスポーツ新聞買ってくるから。会った瞬間に野球どこのファンって言ってましたね。ソフトバンクホークスですって言ったら昔の何回やなって言われて。はい、やったー。今日は金曜日やな。建物はずっともう変わってないんですか？うん、昔の建物じゃないよ。もう戦時中に全部燃えたから、この辺はね。戦後な、もう全部空襲で焼けたから、それ以後建て替えて、なんとかしながらね、やってきましたんや。大将はもううどん職人、もう何年ぐらいになるんですか？もう小さい時やってるから60年ぐらいはやってるやろ。60年、うん、使い走りとかいろいろやってたから幼児道場ですわ幼児道場昔はみんなそんなやって人手がないしな、あっても忙しいやんか、はい、あっち物買いに行ったりそれはもうしゃあない。お仕事のやりがいとかそういうのは合理的にもう美味しいもんな、売ってお世話ありがとう言うてもらうんが幸せですわ。いらっしゃいませ。絶対に七味たまる。手飲んでしまう。はい、こちらうどんです。800円。はい、これです。うどん天丼1。おじや2個。きつながりました。はい、はい、お待たせしました。はい。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ヒーローマン。の方おじや2個です。大阪おじや松葉わかめ入り。ラール1枚。はい、よし。いってないね、おじゃ。どう？なあ。7いったんちゃうか、俺。いってるやろ。これいかんてかん。6番や。4番や。あ、4番、5番や、5番や。5や。はい、そう座ってください。何かどうぞ。これでお水をこれくらい。大阪おじやワン。あ？どうぞ、こちらにおります。あ、毎度。いらっしゃい。はい、いらっしゃいませ。大阪おじやおじい。オッケー。どうぞ皆さん、ありがとうございました。お気に入り、どうぞどうぞ。